絵画骨董買取プロ金子でございます。秋華堂では明日からですね、この素材の力展の展覧会を開催いたします。まあ、ちょうど今作品を並べて、あと解説文を書いてですね、ちょっとちょうど今準備中なんですけども、明日からいよいよ始まります。まあ、作家さんというのはですね、いろんな、画材を使うわけですけども、なぜそういった画材を使うのか、作家ごとにですね、それぞれやはり特色こだわりがあるもんですね。素材を粗末にする絵描きにですね、大した作品はできない、私もそう思いますけれども、素材を大切にいろいろな表現方法を探求して生まれた作品、これこそその作家の信念が通っている作品に仕上がるのではないかと思っております。普段はお買い取りのご案内をしておりますけれども、今日はですね、この展覧会のご案内をさせていただきまして、より身近に感じていただけるように、詳しい解説と作家さんのその特徴いろいろと解説しておりますので、ぜひ秋の行楽ご覧いただきたいと思っております。展覧会のご案内もですね、いつものフリーダイヤルでオペレーターが丁寧に対応いたしますので、こちらのお電話番号でお電話ください。もしくはいつもの LINE、 査定用に使っている LINE もですね、展覧会が見たいよとか、こういった作家はどういうことなのとか、そういった質問もですね、すぐご返事できるかと思いますので、いずれにしても展覧会の方もこちらのお問い合わせまでお待ちしております。よろしくお願いいたします。